4月16日は、グレゴリオ歴で年始から106日目にあたり、年末まで、あと259日ある。スコットランドのジャコバイト最後の抵抗戦、カロデンの戦い、ウィリアム・スミス・クラーク、ボーイズ、ビー・アンビシャスの言葉を残して、帰国の都につくドイツと、ソ連、ラパロ条約を締結し、就航フランス国王、全領王者二世誕生戦国大名。 モーリー元なり誕生バロックの建築家、ジュール・アルディアン・マンサール誕生。画像は、ベルサイユ宮殿の大トリアノン宮殿旋列の概念を導入した、物理学者、科学者、ジョゼフ・ブラック画家、エリザベート・ルイーズ・ビジェルブラン。画像は、自画像フランス第三共和制の大統領アドルフ・ティエール。画像は、パリコミューンを鎮圧するティエールの風刺画,画家、フォード・マドックス・ブラウン。 画像は代表作、労働サッカーなトールフランス。代表作、神々は乾く。芥川龍之介らが傾倒したダダイスムの創始者、詩人トリスタン・ツァラ。ローマ教皇ベネディクト16世南画家、中山家やぼ画像は、湖亭、清広博図画家ヨハン・ハインリヒ・ヒューー。画像は、ムマ。スペインの画家フランシスコデゴヤ、亡命先のフランスデボツ。画像は、 半島戦争でのフランス軍による市民虐殺を描いたマドリード1808年5月3日政治思想家アレクシド・トクビル川端康成ガス自殺ありがとうございます